この状態の時のバランスがすごい大事ですね。はい。スピンの時にこう、まあ、ローテーションを早めに作っておいて、まっすぐ当ててからこうリラックスしてラケットヘッドを少しこうワイパーのようなこういう動きですね。こういう動きの時に顔の位置が動くような感じっていうのを注意して、できるだけこうやって顔の位置が動かないようにすることによって、このインパクトのバランスが崩れにくい。このヒットした後はそれほど問題ないですけども、この状態の時のバランスがすごい大事ですね。こういうふうにならない。だからコツとしたら、僕は左手を後ろに引いていくような感じのイメージを持つと、長くフォローするが前に取れて、例えばコンパクトにスイングしたい時は少しこういうふうに手の位置をちょっと変えてもいいかなと思います。はい。で、バックハンドストロークで結構スライスをたくさんやったんですけど、はい、そういえばあんまりスピンを打ってもらってないなと思って、はい、もうこれ最後、はい、残った時間で急遽やったんですけど、うん。もう相手してる僕の球筋が安定しないんで、ちょっと大変です。もうこれちょっとまたやります。本当、はい、ちょっと言い訳させてもらうと、本当テニスもまだちょっとちゃんとやってないのでそうですよね、そうですよ、ね、結構僕はこのバックのスピンのクロスの打ち合い嫌いじゃないんですけど、はい、うん、なんかポイントはありますか？片手バックハンドのスピン、ストローク。そうですね。できるだけ左足で合わせてから、こう、右足の軸を作るっていう。で、できるだけこう、打球方向に踏み込むようにしようとしてますけど、まあ、はい、ある程度こう、ちょっと遅れてるっていうか、バランス的にこう動かされると、うん、まあ、はい、クローズドに近い感じのバランスになるんですけど、うんうんうん、はい、できるだけ左足から右足への体重移動をこう伝えていくようなイメージで打ちたい、うんうん、はい、ところです、はい、うん、まあ、佐藤君は少しグリップも薄めかなという感じだと思うんですけど、まあ、バックハンドのセミウエスタンぐらいですね。うんうんうん、はい、なので、なんて言うんでしょう、打点もかなり前になって、はい、うん、左手を後ろにこう引くような感じ、はい、っていうふうにおっしゃってましたね。うん、結構これもいろんな選手いますよね。グリップが厚いシングルバックハンドもいますし、はい、うん、
これをかっこよく打てたら本当にかっこいいんですけどね。横向き、あんまり体が開かないような感じで。はい。で、ラケットヘッドが、こう、まあ、ラケットヘッドが立ってるところから、ラケットヘッドがこう落ちてくる感じのところから、こう、徐々に上がってくる、この部分のところで、うん、こう、あんまり落ちない、ま、状態で先にこう、振りに行っちゃう方っていうのは結構いらっしゃるんで。うん、そうですね。うん、そうすると、あんまりこう、スピンがしっかりかからないっていう状況で。はい。うん、あとはちょっとこう手首とラケットの角度が変わっちゃう方っていうんですかね。はいはい。それも結構いらっしゃるような気がしますね。うん、その時ってこう、まあ、肘の方から抜いていくような感じですかね。うん。そういう方っていうのは。そうなんですよね。あんまりまっすぐ腕を伸ばした感じのところでヒットしてない。打点が うん、そこまで前な感じじゃない。はい。ですよね。うん。そう、ちょっとこう、まあ肘が曲がってるとグラグラしたり安定しないし、はいはい、押せないなっていう、はい、ところはありますよね、はい、うん、あとはちょっとこれ今見てて足を踏み込む時のリズムっていうんですかね、はい、うん、それがこうリズムよく踏み込んでパン踏み込んでパンっていうのがバックハンドでもこうできるとだんだん打ちやすくなるんじゃないかなっていう気がしますね。そうですね、うん、ある程度もう、はい、まあもうフェデラーとかの見ててもこうもう2歩でいってます、パッパッって、うんうんうん、はいはい、それぐらい軌道の後ろを大股で取るっていうんですかね。はい、はい、うん、そういうイメージが結構理想ですね。うん、で、まあ、そうですね。足を前に出せるときもありますけど、出せずにこう、はい、左足で来られるときもあったりして、はいはい、そこら辺のこう幅ができると、はい、シングルスとかでも強そうかなっていう気はしますね。そうですね、うん、後ろ重心の時は左足だけ、前アタックの時は右足だけっていう。はい、うん、まあ、結構難しいショットではあるので、はい、なんかこう諦めちゃってる方もいるかなとは思うんですけど、うんうん、ちょっとぜひトライしてほしいですね。はい、なんか見てるとそんな力入れて打ってる感じはないので、はい、ベテランの方とかでもしっかり打てるんじゃないかなと。いや、あのコツさえつかめば、うん、そこまで難しいショットだと思ってないですね、うん、はい、うんうん、なんかねスライスが上手い方でもスピンがあるとまた違いますしね、なんかこうちょっと、いやそう思いますよ。だいぶ攻撃的な武器になると思いますよ。こうアプローチがいきなりスピンでこう。